楽しそうですね。気持ちはわかるな。錬金術をしてると何気ない場所も宝の山に見えるから。ちょっと街道を外れただけでもいろんな新しい発見があるんですね。こんなことなら王都に着くまでにもっと寄り道してくればよかったです。普段こういうところには来ないんですか？はい、あまり故郷の村から外に出なかったので。村の周りは山と森に囲まれているから散歩するにはちょっと危ないんだよね。その点この辺りは開けてるので安心です。そんなことないよレスナちゃん。魔物と遭遇するかもしれないんだから。あ、そうだった。油断せずに行こう。ロロナ先輩は私が守ります。あ、あれ、これでいいのかな。集中集中、夢への道切り開く。絶好調だよ。行くよ、降り注げ。私の番です。秘伝な技見せてあげます。やるな。頑張っちゃうよ、輝け。やるな。私の番来た。巨大投擲大粉砕。やったね。皆さんお疲れ様です。